WWS チャンネルをご覧の皆様、作詞家の売野正雄です。この度、ビークワイアのために、空の果てという、新しい曲を書きました。これは作曲は、デビッド・マシューズさんという有名なアメリカの音楽家です。その方との合作で天涯孤独の天涯と書きまして、空の果てという、ことです。それは我々がも、常に感じている、自分で誰でもですね、人は誰でも感じることのある郷愁であるとか、ふるさとであるとか、そういうことをテーマにして書きました。我々は一体どこまで行くのだろうか、それから、僕たちが見ている夢はどこまで行くのだろうかといったような、ノスタルジックな、曲になっています。誰でも感じる心の中にあるノスタルジーへ訴えるような曲を書いたつもりでいます。WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ビークワイヤの代表の長谷川です。今回は初めて2部制ということで、14時からと18時からということで2ステージ、お送りして、シングルの空の果てのリリースパーティーだったんですけども、本当に温かいお客さんに恵まれて楽しくできたっていうのが率直なところですかね。であとは本当に感極まるところっていうのがいくつもあって、泣きそうって思ってたんですけど、最後泣いちゃいました。はい、本当にそのふるさとのことを歌っている歌詞で、またメロディーも本当にこう故郷を思い出させるような素晴らしい歌なんですけども、それが確実に届いたなっていうような実感があります。本当に歌いながらこう周りを見渡していると泣かれてる方とか、泣いていらっしゃる方とか、感動してこう拍手もたくさんいただいて、本当にいい曲を作ってもらったな、そしてチームとしても歌うことができたなというふうに思ってます。ラジオについてなんですけど、5月の28日に、東海ラジオの、ライフスタイルミュージックというゴスペラーズの黒沢薫さんが、やられているラジオ番組に出演しています。ぜひぜひ聞いてください。であと、僕らの、直近の大きなライブっていうのは、10月の7日に横浜のランドマークホールというところで、僕らが定期開催している、ゴスペルボリューム3というイベントが行われます。これは、僕らのルーツであるゴスペルをたくさん歌って、それでお客さんに楽しんでもらおうという、イベントになってまして、本当に各地からいろんなアーティストの方とか、出演者の方っていうのが来ていただくんですけども、今回も豪華なゲストと、そしてたくさんで、マスクワイヤーでですね、歌っていきたいと思っております。はい、いつも、見ていただきましてありがとうございます。僕らビークワイヤーは、5月23日に、シングル空の果てをリリースしました。本当にたくさんの人に聞いてもらいたいなと思える内容になっていますので、ぜひぜひ、
買っていただいて、聞いていただければなというふうに思います。またこれからも、精力的に活動していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ビークワイヤーの魅力を、申し上げますと、すごくもちろんですけれども、コーラスワークの素晴らしさ、これに尽きるんですけれども、プラス、コーラスプラス皆さんお育ちがいいんで、育ちの良さの持っている人間のすごく美点というところが歌とかにも出ているように思われます。最後になりますが、WWS チャンネルの皆様へ、作詞家売野正雄から一言。あなたにとってノスタルジーとは何ですか。今日はこれを考えてお眠りください。おやすみなさい。そしておはようございます。作詞家の売野正雄でした。